EA Sports. It's in the game.前の試合は勝ち点1を分け合う結果となりました。この試合では勝利を狙います。はい、勝ち点3が欲しいところです。前半のキックオフ、まずはサンフレッチェボールです。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。中山雄太、ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。佐々木翔、ボールをダッシュ、寄せが早い。遠藤啓太、稲垣翔、パトリック、パスを折り返します。柴崎康生、シュートは入るか。このボール、キーパー反応した。ボールを弾く、あと強烈なシュートをキーパーが止めました。三好浩二、ここは青山がうまく読んだ。パトリック、遠藤啓太、スローインとなります。スローインです。素早く入れましたね。遠藤啓太、もったいない形でボールを渡してしまいました。中山雄太、遠藤啓太、しっかり潰す。カットします。稲垣翔、ボールを運び、ゴールに襲いかかります。柴崎康生、和田拓也、
パトリック。ここはサイドでカットしました。サポートを使うか。このボールは通しません。柏良文、遠藤啓太、中山雄太、遠藤啓太、三好浩二、佐々木翔、稲垣翔、パスをつないできましたがここで奪われました。柴崎浩生、遠藤啓太、三好浩二、パトリック、狙ってきた。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。遠藤啓太、中山雄太、遠藤啓太、いいところにパスを出しました。和田拓也、柴崎浩生、広島の攻撃です。稲垣翔、遠藤啓太、ここはキーパーにバックパス。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。同点で終了した前半ですが、どうご覧になりましたか福西さん。そうですね、一方的に押していましたが決めきれませんでした。流れはいいのでこのまま行けばいいんじゃないですか。後半45分、キックオフです。中山雄太、これはどうなりますか。うまくパスをつなぎました。押し込んだ位置でのスローインになります。和田拓也、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。柴崎浩生、和田拓也、
ここでスローイン。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。パトリック、川辺駿、ここはうまくボールを取りました。非常にプレーの連携がよく取れているチームです。試合外の様子を見ていてもうまくいっているチームというものは表情が違いますね、福西さん。はい、監督と選手の間のコミュニケーションがうまく取れている証拠ですよ。選手も何を求められているかをしっかり分かっているようですね。なかなか均衡が破れません。このゴールが決まっていれば勝ち越しでしたが、惜しくも入らず。フロントの努力でしょうか。できるだけ同じ出身地のプレイヤーを集めることで、言葉の壁はもちろんですが、同じ意識を持つのは楽になるでしょうね。そうなんですよ。やはりコミュニケーションの問題は大きいですよ。柏義文、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。三好浩司、見事なクロス。このボールはキーパーが抑えましたね。パトリック、中山雄太、三好浩司、遠藤啓太、激しくぶつかっています。三好浩司、よく止めましたがボールはこぼれています。パトリックが突破を見せる。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。ディフェンスボールを奪います。スローインです。リプレイをご覧ください。これはいいセーブでしたね。柏義文、ハンドの判定。故意ではなさそうですがファールを取ったようです。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。止めた。ボールが転がる。ここで攻守が入れ替わります。遠藤啓太、三好浩司、大きく蹴った。クリア。決定的という場面、なんとかクリアしました。綺麗に上がった。シュートを打った。ゴールだ。決まった。終了間際の決定的な一撃。試合終了間際の勝ち越しゴールです。これは勝負を決めたかもしれません。追いつく時間がほとんど残っていませんからね。あと少し守りきればこのまま勝利です。別のアングルからご覧ください。
ここで試合に動きが出てまいりました。パトリック、自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね、みんなゴールへの期待が大きいですね。1対0で試合が終了いたしました。シーズン中盤に来てチームは期待以上のパフォーマンスを見せつけています。福西さん、この勝利は可能性を広げてくれるんじゃないでしょうか。今日の調子をキープできればもっと上を目指せそうですね。